ファルハドダムは、ウズベキスタンとタジキスタンの国境にあるシルダリア川を利用したダムである。ウズベキスタン、タジキスタン両国において水力発電、灌漑用水供給に使用されている。直近のウズベキスタン側の都市は、シルダリア州のシリン、タジキスタン側の都市は、タジキスタンのホジェンドである。ファルハドダムは、ナルインシルダリア人工滝を作り出している。ダムのコントロールはタジキスタンが行っているが、ダムを利用した水力発電所はウズベキスタン側にあり、ウズベクエネルゴが運営を行っている。ファルハドダムの建設は第二次世界大戦中の1942年に決定された。ダムの設計は吉深良顕が行い、ファルハドストロイにより建設された。実際の建設作業は強制連行されてきた。ドイツ人や日本人捕虜によって行われており、シベリア抑留により、ウズベクソビエト社会主義共和国やタジクソビエト社会主義共和国に連行されてきた日本人捕虜が多数ダムの建設に関わった。1948年2月18日、最初の水力発電施設が完成。1949年に建設が完成した。1959年、2基の水力発電施設の改修が完成した。1933年、タジクソビエト社会主義共和国からウズベクソビエト社会主義共和国へと40年間の契約でダムと貯水池の使用権に関する賃貸契約が結ばれた。しかし、1944年に国境線の変更がなされ、これが領有権問題を引き起こすことになった。タジキスタンが軍事作戦によりダムを勢力下に置いた2002年までダムはウズベキスタンが実効支配している状態だった。水力発電所は複合施設になっており、全体が 22km 圏内にある。コンクリートダム放水路の全長は 120km であり、アースダムの全長は 450m、ダムの高さは最大 27.5 メートルである。水力発電所の全発電量は126メガワットであり、年間平均発電量は 830GWh である。水力発電所は4基のカプラン水車からなり、2基が30メガワット、もう2基が33メガワットを発電している。ダムは 3.5 億立方メートルの貯水量を持つファルハド貯水池を作り出している。貯水池の全面積は48平方キロメートルである。ありがとうございます。